中村 P に聞きたいんですけど、やっぱ僕のこと嫌いでしょ、次から次に強い選手ばっかり、和島ひろみ VS 中村拓海、負けません。ジョーダン・ピケオ選手からコメントが届いておりますので、代読させていただきます。ついに K1 のベルトに挑戦できると決まって、その瞬間からモチベーションも最高に上がって、すぐにハードな練習をスタートしたよ。チャンピオンの輪島は過去に戦って勝っているが、その時よりも格段にレベルが上がっているのがわかる。俺はいつも KO 勝ちにこだわっているが、今回の一番の目標は何が何でも勝ってベルトを巻くことだ。そして K1 チャンピオンとして歴史に名を刻む。バダハリ、マーセル・グローエンハートに続くマイクスジムからの3人目の K1 王者になりたい、こうコメントいただいております。では赤コーナーチャンピオン、輪島ひろみ選手より意気込みをお願いします。おっす、月新会チーム侍の輪島ひろみです。ピケオ選手もずっと、リベンジしたかったですし、僕がチャンピオンなんですけど、挑戦者の気持ちぐらいの感じで、全力で戦いたいと思います。で、7月17日は、海の日なんで、輪島ひろみにの日になるように頑張ります。あと、中村 P に聞きたいんですけど、やっぱ僕のこと嫌いでしょ。ちょっと前タイトルマッチやったばっかなんですけど、次から次に強い選手ばっかり。でも、試合が終わった後に、この前、ジョブトー選手勝った後に、バックステージで話したときに、そろそろピケオですかねって言われたんで、入っていました。いや、言ってないです。いや、もう、輪島ひろみ。今こうやって調子よくて、すごいいい時にやった方がいいって。輪島ひろみ VS 中村拓海、負けません。頑張ります。ピケオ選手なんですけども、ケーズフェスタでもこう試合されてましたけど、直近でどんな印象をお持ちになりましたでしょうか。直近はそうですね、やっぱり、3年ぶりですかね、やっぱ派手な試合するというか、すごい KO するなっていう、やっぱパワーがあるなっていうイメージです。何となくもう予感はされてたんですか。まあそうですね、中村さんのことなんで、なんか強い選手が出てきたらすぐ当ててくるみたいな、はい、そんな感じがしてました。ピケオ選手との試合が決まったということで、本音ではものすごく喜んでるんじゃないでしょうか。そうですね。リベンジできるんで、すごい喜んでますけど、でもピケオ選手ベルト返上するんですよね。できたら、チャンピオン同士でやりたかったなっていう思いはちょっとありますね。どうせやるならメインでやりたいみたいな意思表明はありませんか。そうですね、ぜひメインでお願いしますということですが、中村さんどうでしょう。ちょっとこれに関してはちょっと先ほど第一試合と若干わけが違ってまして、他の、チャンピオンの選手の、今日はですね、もうあれ、今日はチャンピオンのカードは輪島選手のカードのみなので、この後また次の会見だったりで試合は考えていくと思うんですけども、その中でやっぱり皆さんの反応も見ながら、やっぱり試合順は考えていきたいと思います。でも本当に輪島選手が70キロでベルトを取って、コロナもあってなかなか外国人選手と試合ができないっていう中で、本当に去年の横浜アリーナ大会からやっぱ海外の強豪と戦ってきて、で、ここで2つ勝って、やっぱり70キロのK1 のチャンピオン、やっぱさっきも話させてもらったみたいに、マサトさんから続くいろんな歴史がある中で、やっぱり海外勢と戦っていくとか、やっぱ僕らも世界の権利を取ったっていうのをこの前発表しましたけど、やっぱりより、ベルト持っている70キロの選手っていうのは、本当に日本だけじゃなくて、やっぱ世界に羽ばたいていってほしいっていう思いも僕もあるので、そういった中では、やっぱり輪島選手にこういう強い外国人選手と戦って、やっぱそこでしのぎを削っていって、やっぱそこで見せられるものっていうのは、僕は必ずあると思うんで、やっぱそこを皆さんに見てほしいと思いますし、やっぱそこに対するファンの皆さんの期待値とか、やっぱいろんな声がどんな反応かっていうのもいろいろ見ながら、そういった中で最終的に試合順も決めたいと思いますし、そういった中では
僕はその和島選手とピケオ選手の試合はもちろん今決定ではないですけど、もうメインに春の候補の中の一つとしてはもちろん考えてます。はい、